明智頼重は南北朝時代から室町時代の武将。美濃国蟹軍は明智上主美濃死後、時頼貞の旧南、長山頼元の子。時し流の明智氏の祖、あるいは二代目とされる。子孫を称する人物としては本能寺の変を起こした明智光秀が著名。美濃国池田軍で生まれる。官能を二年重慶にあたる明智頼兼金の養子氏となり、 時キメレチカの家督と、カニ軍明アケチ、同軍美群ビメ号、終わり国海東軍群村の自等職を相続する。その後は、養父と同じく、カニ軍アケチ城に在城し、また、足利将軍家に仕えて、十五一下に辞任したとされる。明徳元年出家して城へと合し、家督を、着難の来厚市に譲っているが、その際に、カニ軍十三郷、時軍十五郷。 タゲ軍十三教の所領が、大厚氏へと安堵されており、頼重の第二、明智氏は、美の国内に勢力を拡大していることが伺える。応援30年明智里にて82歳で没死した。兄弟には、丸も氏の祖となった、ケ定、日比氏、あるいは、藤田氏の祖となった、頼住、岩手氏の祖となった、岩手三頼がおり、また子には、嫡男、大厚氏のほか、 東を称した、大久氏、池田氏を称した、大都市、福島氏を称した、来守、これ東氏と称した、より秀、米田氏を称した罰氏の苦労がいたとされる。以上は、明智氏の公営を称する宮城氏の、明智氏一族宮城家総伝系図書による略歴であり、実像は不明。ありがとうございます。